よし、じゃあ怪獣買うか。5000マイル高えな。よ、ディクトです。今回もあつ森やっていきます。というわけで、先ほど買ったね、怪獣開封していきましょう。怪獣開封動画ですね。これ怪獣さ、どんぐらいでかいかも分かってないんだよね。リメイクとかできんのかな。レシピで作れるアイテムはリメイクできるんだけど、こうやって買い切り型のアイテムってリメイクできんのかな。怪獣ちょっと住人の近くに置くと怖いんで、ここら辺に置こっか。そんなにでかくないとは予想する。会場置きましょう。ほっ、でかくね。でかくね。だって思ってた3倍でかいんだけど。ちょ、お前ピーチくん、パーチくんだった。パーチくん、お前びっくりしろよ。お前天敵だぞ。マジでこんなでかいんだ。これなんか火吹いてた気がするんだよ。これ押すと火吹くのかな。ちょっと見てみよう。ほい、あれ、え、全然火吹かねえじゃん。あー、吹いた。すげえ。これかっこよすぎじゃない。それを簡単に押しのける俺。じゃあここら辺に置いて、これ2個買ったから、ちょっと2匹夫婦にしてみよっか。これリメイクできれば嬉しいんだけど、ちょっと待ってね。これをこう、おで、こうか。で、俺がここに立つと、え、かっこいい。え、これさ、ちょっとリメイクできるか見てみていい？逆に俺リメイクできなかったら結構ショックなんだけど。なんかさ、ピンクとか黄色の怪獣があったと思うんだけど、それにできればしたい所存なんだけど、できるかな。ここの DIY テーブルでお願い、頼む。これできなかったらもう動画終わっちゃう。頼む。はい、というわけでね、怪獣にリメイク要素がなかったんで、ちょっと短いけどこんぐらいで終わりたいと思います。2匹の怪獣のうち1匹は、私の家でペットとして飼うことに決めました。というわけで終わり。